熊本市の南部州中心部の路線バスを運行するバス事業者である。略称は都市バス。熊本市営バスの民営化に伴い路線と車両を継承して営業している。営業開始当初に熊本市営バス塗装のまま、表記を都市バスに変更して使用していた、車両を都市バス塗装に変更された。 車両を熊本市交通局のバス事業を移上するための受け皿会社として、熊本市内にバス路線を持つ九州参考バス、熊本電気鉄道、熊本バスの共同出資により2007年12月25日に設立。資本金9900万円。2009年4月1日から、熊本市営バス、元山車庫と同車庫の担当路線。 所属車両すべてを面的以上として譲り受け、運行を開始した。路線バスなどの公共交通機関の利用者が年々減ってきており、そのため、熊本市、熊本都市圏のバス路線再編を行うこととなった。その一環として、熊本市の民営バス3社が共同出資して、本会社を設立し、 熊本市営バス、元山車庫とその路線を譲り受けて、運行を開始することとなった。また、熊本市交通局は、経営に無駄が多く、民間移譲することでその無駄を省き、黒字路線へと転換させる狙いがある。路線移譲後も、運賃や本数、バス停留所の位置などに変更はない。熊本市営バスから、熊本都市バスに移管された区間については、 有効期間内は、熊本市営バスの定期券での利用が可能であるほか、熊本市営バスと熊本都市バスの重複区間では、双方の定期券の相互利用を認めていた。熊本市交通局が発行していた、市電、市バス1日乗車券は、熊本都市バスでも、使用可能であった。2010年4月1日より、熊本県内バス事業者共通フリー乗車券の、 ワクワク1デーパス、ワクワク2デーパスが発売開始されたことにより、市電、市バス1日乗車券の発売が終了。1日乗車券は年度単位となっているためすでに消滅している。2015年4月1日に、熊本市営バスの残る全路線が引き継がれ、民間移動が完了した。熊本市は、熊本都市圏のバス網再編をめぐり、 熊本都市バスを中心として2014年度から各事業者と協議に入ることを2014年2月に発表したがその中で他社と競合している都市バスの路線については市営バスからの異常完了後に順次他社への再異常を進めていくことを明らかにしている元々は熊本市営バス路線を継承した路線がほとんどであるため運行エリアは 熊本市内全域のみに限られていたが、2021年4月1日より、熊本県内バス事業者5社共同経営化が実施されたことにより、一部の路線を他社より譲り受けされたことによって、菊地郡菊陽町の一部にも乗り入れている。もともとは、熊本市営バスが運行していた路線を受け継いでいたが、2021年4月1日より、 熊本都市圏における路線バス事業5社共同経営化が開始され、その一環として重複する路線の統廃合が進められるとともに、同日をもって一部の路線が他社からの譲り受け、または他社へ譲渡されている。本山営業所担当上熊本営業所担当、小峰営業所担当本山営業所、小峰営業所担当小峰営業所,営業所。 上熊本営業所担当熊本市営バス時代の1996年3月31日までは、左半分に市営バス独自の系統番号、右半分に各路線ごとに異なる動物のイラストを描いたプレートを車両前面に掲出していたが、県内4社で系統番号が漢字1文字番号に統一されたのに合わせて、左半分の数字の箇所を市営に塗りつぶして対応。 2000年代前半頃からは、水色の背景に新しくデザインされた動物のみの、プレートへ変更された。その後、2019年9月11日より、熊本桜町バスターミナルへの乗り入れ開始に伴い、熊本都市バスも含め、全事業者で、系統番号を一新し、これまでの、漢字一文字番号から、アルファベット番号番号に変更した。 以下は2020年9月30日をもって廃止された路線を記す以下は2021年4月1日をもって他社へ譲渡された路線を記す熊本城周遊バス、白めぐりん、専用車両国産4メーカーすべてを使用している。純正ボディのほか西日本車体ボディの車両もある。在籍車両は、熊本市営バスからの移籍車がほとんどだが、都市バスとして、 新規登録した中古導入車両も存在する。2017年には都市バスとしては初の自社発注の新車としてイスズエルが1台とイスズエルガミを2台が導入された。小型車の日のポンチョも導入している。2011年10月1日より九州参考バスから譲り受けされ運行開始した。 熊本城周遊バス、白メグリンでは専用ラッピング車両が使用される。また、2012年4月の熊本市政令都市以降に、合わせて運行開始した区バス、悠遊バス専用車として、ポンチョが新車で13台導入されたが、悠遊バスはほとんどが、最寄りの運行事業者に運行を委託されるため、車席を当社に置きつつ、最寄りの事業者によって管理されていた。 だが、3年ほどでクバスのほとんどが廃止されたため、現在もクバス専用車として使用されている2台を除き、残りの車両は都市バスカラーに変更された上で、一般路線車として各営業所に配置されている。車体塗装は白を基調に、熊本を象徴する地下水の青、銀杏の木、熊本城のイラストを配したデザインへ変更されている。 運行開始後しばらくの間は、熊本市営バスの車体塗装のまま、熊本市営の表記を都市バスに変更して使用しているが、順次塗り替えられている。熊本市営バス時代には全面に、動物のイラストを描いた板を掲出していたが、熊本都市バスでは、都市バスと表示された板に差し替えられている。自社導入車両にはこの板は掲出されない。2012年4月からは、 都市バスの車体塗装に変更された車両については、この板を省略し、熊本市交通局塗装のままの車両のみ、掲出されている。熊本市 A バスから引き継いだ、全車両では、交通電業車製のデジタル方式の運賃表示器と、旧来の音声案内装置をそのまま踏襲している。都市バスが自社で購入した車両については、中古、新車ともに原則全車両で、 レシップ性の液晶2画面式の運賃表と同社の音声合成システムを採用している。ただし、ごく一部の車両には、市営バス時代の運賃表、音声装置を搭載している。また、方向幕車だった1005と1061には、交通電業車の液晶1画面式を採用していたが、現在は、この2車両もレシップの液晶、音声に統一されている。 整理券発行機と運賃箱は、小田原機規制が導入されている。ありがとうございます。